はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ひろし様、僕平昌様、生ハゲの息子と姉様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。皆様何度も何度もご支援ありがとうございます。平昌っていうのはいわき市、違うな、福島県立いわき平商業学校が正式名称かな。私の高校の隣にあった高校です。NHK 本部の建て替え総工費は都庁タワー5本分の3400億円を、百田さん、加藤清隆さん、西村幸雄さん、回覧機さん、などというインフルエンサーさんたちにリツイートをしていただきました。こういうフォロワー数の多い方にリツイート拡散してもらえると知る人が増えてありがたいですな。それにしてもですね、まだまだ知らない人が多いのに、びっくりしました。NHK 建て替え費用3400億円は私の中では常識的で、知る人こんなにいるとは思わなかった。同じネタでもですね、定期的に発信していかないとな。闇の生き物って光の下に引きずり出されるのが一番嫌なんですよね。自分の形保てなくなっからね。巨大なジャニーズも、それで今四苦八苦七転八倒してますよね。闇の生き物は光の下にさらされると、あの七転八倒っていうですね、なんぼ巨大でも倒れるときは倒れますから。8月の給与状況と前年度比較、金額は 1.1% 上昇なんですけれども、物価の方が 3.7%、 去年の8月より上がっちゃってんで、実質賃金は 2.5% 減少だそうであります。17ヶ月連続減少、実質賃金。これあれだね、来年4月まで連続して下落すんね。だってほら、だいたい賃金が上がるなんていうのを4月とかでしょ、4月切り替えってとこ多いんじゃないですか。これから日本で恐ろしいことが起きる。みんな大好き業務スーパーが賑わっている。経済成長に物価上昇は不可欠とはいえ、名目賃金が上がってるなら問題ない。失業率は下がってる。メガネよろしいならば増税だ。そりゃ毎月のように賃金上がるわけないから、日に日に上がる物価にはついていけんよね。厚労省、今後もこの状況が続く可能性があるので注視が必要。いや続くよ、続きますよ。来年4月までは続くに決まってんじゃん。だいたいどこの企業でも4月からとかでしょ、給料上がるの。1月からってとこもあっかな。見てるだけ。続く可能性どころじゃねえ、続きますよ。来年4月か1月までは確実に続くね。物価上昇、賃金上昇、物価上昇、賃金上昇、このサイクルが経済成長なんで、実質賃金17ヶ月連続下落はですね、17ヶ月間ずっと経済成長したとも言えなくもないんですけれども、年単位で上がる賃金が日々上がる物価に追いつけない時差で生活苦なんですよね。名目賃金が年単位でしか上がらないなら、可処分所得増やすためにですね、減税してほしいですよね。リーマンショックの起きた2008年、末頃、先進国がこぞって何をしたかっちゅうと、可処分所得増やすために減税合戦したんですよ。麻生政権はそれやりませんでした。日本だけ。日本人生活苦のあまり集団発狂、民主党政権誕生で地獄の釜が開くと。まあこの時はですね、年代的に学生運動世代の人らが、つまりパヨドが一番強烈な世代の人らが60代前半っていうですね、会社で一番強い立場にいたことも関係してるんですけれども、世界の常識をやらんかった自民党が倒れんのは必然だったかもしれないな。実質賃金36ヶ月連続下落ぐらいになっても減税しなかったら、やっぱり自民党は倒れるんだろうか、倒れないんだろうか、ちょっと見てみたい気がしますけれども。北側公明党副代表、減税より補助金効果が早いから。減税はですね、発動するまで法律変えたりなんかしなくちゃいけなくて時間かかるしとかも言ってました。世論です。給付だと速攻で中抜きできるから。
選挙的な意味でしょう。絶対減税したくないでござる。公明が給付の話を始めたら、選挙が近い。また非課税世帯に配るだけ。増税は速攻やるのに、なんで減税は言い訳すんだ。増税は効果てきめん。どっちもやればいいじゃん。お前らがいるからどっちもできないんだろう。また選挙前ばらまきやろうとしてる。どっちもやれんの。LGBT なんか決めんの超早かったのにね。補助金は効果が早いかもしれないけど、その効果が消えるのも早いんですよね。10万円配ったことあったけども、減税じゃ有権者買収できませんもんね。補助金だったらですね、あの対象をですね、恣意的に選べます。例えば非課税世帯つって、貧乏な方、優遇みたいな、恣意的に対象を選べる。選んで、あの業界に恩着せられるしね、例えば建設業界とか。街角のポスターにですね、〇〇給付金は公明党が実現しましたって、真偽不明のことを堂々と書けるしね、私見たことあるのは、ドクターヘリ制度を実現しましたって書いてあるの見たことあるんですけど、本当かなーって、疑ってます。元からあった事業計画に乗っかっただけでですね、1から10まで自分の手柄にしてないか、公明党。前回の参院選、東京選挙区、2位当選した公明の竹谷俊子さんの得票数が 72.3 万票でした。これが東京における学会の全力なんだろうなと思います。3位当選の山添拓は 68.5 万票、これが東京の共産党の全力なんだろうな。昨日お伝えしたですね、柏市の火葬場がパンクでですね、学生運動世代がそろそろ寿命を迎えつつあるし、公明も共産もですね、新規顧客獲得は絶望的なんで、これがあのどのぐらい減るか興味あります。私が生きてる間に公明と共産の消滅が見たいなって思っております。 NTT迷惑電話を国別一括拒否できる自治体向けサービスを無料で開始。世論です。国別って。今後も国家規模で伝達あるかもしれんから必要。押せよ。何もやらんよりまし。2ちゃんの海外からのアクセスも遮断してよ。迷惑メールもやめてほしいわ。中国語のメールしょっちゅう来んな、なんだか。あ、しょっちゅうでもねえか。たまに来んな。なんかわかんねえから全部自動で迷惑メールボックスに入っちゃうんですけど、原発処理水放出で特定の国から電話が殺到し、業務に支障をきたしたのを受け、特定の国じゃなくて中国って影中国って、さすが共同通信だな。すがすがしいほどのスパイっぷりだよな。家電ないんで私のスマホにもそういうサービス欲しいですけどね、国内から以外の通信いらねえし、外国からの通信なんておっかなくて取れねえし、国家ぐるみで伝達する国なんて中国しかねえこともないっすね。あそことかあそことかね。北朝鮮は金欠で国際電話代払えないんで除外っすね。その代わり国内にいる総連なのにやらせるかもしんないですけど、あとは手下の辻元とか山本太郎軍団とかにやらせるかもしんない。基地移転のための辺野古地盤工事を知事が承認せず、最高裁、それはダメ、敗訴。沖縄パヨ学者さん、100名以上が結集。沖縄だけじゃない、そうです。最高裁判決が間違っている。政府は手続きを中止し、県と話し合い、声明発表。それを共同通信が嬉しそうに報道と。100人以上参加した外国人実習制度廃止デモは、絶対報道しないのにね。こういう、ただね、体も動かさないで声明出したっていうのだけは、喜んで報道するんだ。世論です。憲法を守れっていう前に法律守れ。法学とかの文系は実験で検証するもんじゃないから、いくらでも恣意的に解釈できるような偉そうな肩書きだから、言ってることが正しいとは限らない。最高裁が間違ってて自分らが正しいって言ってんのか、完全正義マンの我々は法律など守らなくてもいいってことだろう。法の支配って言葉知ってる？じゃあ、それでいいよ、もう。憲法判断ができるのは最高裁のみなんだが。てんてんてん。最高裁判決って出た瞬間から法令なんだよね。法令とは同じ扱いなんでね。それを間違ってるって結論に達したとか言っちゃって、本当法学者なのかな。法学者って法律の善悪を論じるんじゃなくて、今存在する法律をどう運用すかを研究する学問じゃないですか。
私ゴリゴリの理系だからよくわかんないですけど、教えてください、詳しい人。結論に達した。結論出していいのは最古生だけだっつうの。この声明にですね、岡田正則、早稲田大学教授っていうのも名前連ねてんですけど、この人ね、学術会議入りを拒否られた6人の1人ですわ。生き恥さらしてんな。そんなんだからじゃないの。また大声でですね、私らはバカですって絶叫してる。パヨさんたちも懲りないなって思います。札幌市2030年の冬季五輪招致誘致を断念。東京五輪の汚職談合事件のイメージ悪化で市民の理解が得られないと判断だそうであります。その代わり34年の開催向けてまあ先送りみたいなんですけど、世論です。もう諦めろ、迷惑だ。金かかるし、終わった後の施設の維持費もかかるし、34年開催に切り替えだそうだ。時間経つほど無理なんじゃないのか。いやー、きっぱりそっぱり諦めろ。招致委員会のコストも無駄。先延ばしではなく招致自体やめろ、いう意見。逮捕者何人も出ましたからね、イメージ悪いよね。中核派とは総がかりが寒空の中、会場の外で騒いでたような五輪反対とか言ってね、100人弱だったが、テレビは全部全国放送したような、 NHK デモや実習禁止デモ廃止デモは維持デモ放送しないのにね、五輪用の施設を作る、終わってからの維持が困難、解体にも金かかるって、ならばずっと日本で大会やればいいんじゃないの。普通の五輪とか、冬季五輪も、まあね、それが嫌だって言うんだったら、日本独自の大会やって五輪並みに育てればいいんだよ。したらね、設備も施設も毎年使えるなら一回建てりゃ済むしね。名前はそう、天皇杯天皇杯ですよ。エンペラーカップ開ける国は日本だけですよ。考えてみればエンペラーカップ、これでいいよ。五輪とは別にですね、エンペラーカップとか、冬季エンペラーカップとか毎年やったら、そんならばそんなに金かかんないし、慣れてね、運営とか慣れて、事故とかも変じゃねえの。世界中から選手招待して懸賞金弾め、おのずと権威も高まってくから、五輪か天皇杯かみたいになれるよ。ノーベル賞が権威が高い理由は、一つが高額の賞金っていうのは間違いないですね。賞金がすげえ高い、2億円だか3億円だ、だから権威が高い、なるほどな、世界中の選手が目指すエンペラーカップで日本のイメージアップ間違いなしですよ。設備も毎年使えるんだったらそれでいいし、運営だって運用だって、毎年やってりゃ慣れて金かからずやっていけるようになるしね、使い回しで。ウクライナ、軍の一部がクリミア半島に到達。国旗を掲げる兵士の画像を公開。ロシア政府、捏造だ、認めず。だがプーチン、対話を閉ざした日本側が望めば、再開してやってもよい。なんかお困りのようで、対話を閉ざしたのは日本である。日本の方から、対話したいって言ってくんだったら、考えてやっても、よくなくなくない？みたいな感じですかね。世論です。なんか必死だな。信用できない。ちょっと何言ってるか分かんない。嘘つきとは関わらないのが最適解。こいつと金平と刈り上げは何があっても信用しない。まずは北方四島から返還してもらわないと。日本が話すべきは、ぐらいな。本当に誰も相手してくれないんだな。土下座して対話してくださいと言え。どっこも相手してくれないから、騙しやすい日本にすり寄ろう、としてんだな。クリミア奪還されそうで焦ってんのですかね。ロシア政府が嘘つきなのはソ連以来の伝統で、交わしたい約束は守らないもんね。ロシア、中国、韓国、北朝鮮、日本の周辺は伝統の嘘つき国家だらけ。平和を愛する諸国民なんかどこにもいません。ここでロシアと対話して甘い顔すれば G7 に憎まれますよ。特にね、ウクライナ支援額が10兆円越しちゃった、米国を怒らせますよ。なのでその後のこと考えたら、ロシアを徹底的に突き放さすのが国益ですね。ロシアと仲良くしたらしょうがねえ。G7 と仲悪くなっちゃったら大損。エージェント宗男はですね、そうは考えていないようで、国益を考えてのことだ。ウクライナとの付き合わなくても生きていけるが、ロシアと非友好的では生きていけない。すがすがしいクズっぷりを発揮しておりました。世論です。論点がずれてるし、
何言ってんだバーが、帰ってこなくてもよかったのに。ロシアがなくなれば万事解決、たとえウクライナと国交がなくても支持するのが正解なんだよ。それ決めんのお前じゃない。冷戦時代は今より付き合いがなかったけど、なんで維新は票を減らすばっかのこいつを、このスパイを除名しないのかね。別にいいけどね。あとはあのエージェント宗男はもう結構な年だと思うんですけど、スパイに、引退とか定年とかないの。国益考えて、その国益とは具体的には何かある。北方領土返すって嘘つかれることか。日本にとっての国益はですね、このままですね、あのロシアがズダボロになって北、北方領土、北方四島買ってください、お得ですよ、土下座してくることですね。そのためにはあのウクライナに頑張ってもらわないとね。なんかあの日本でも頭おかしいよね、連中がですね、ウクライナはネオナチだからロシアに味方しなければならない、なんつって言ってる会は言いますけれども、たとえそれが真実でも、たとえウクライナがネオナチでも、それがどうしたって感じ。日本はロシアがボロッボロに負けるのが断然お得なんだからさ、ロシアが調子こいてですね、アイヌはロシア人、国民を保護するっつって北海道攻め出したらどうすんだって話。ウクライナがネオナチだろうが何だろうがどうでもいい話ですよね。たとえ魔王軍でもええよ。あのロシアと違ってウクライナは隣国じゃねえし、ウクライナの兵士全員実は悪魔でしたでも別にいいよ、隣国じゃねえならね。ロシアと非友好的では自分が生きていけないってことですかね。これはあの共産党のですね、人民の生活が第一、パヨ特有のですね、守護省略和法って言いますね。これで人を騙すのがパヨの手口なんですけど、宗男もスパイっていうことで、パヨ同様なんで、まあ守護を省略して嘘をつくと。日ソ関係は今より冷淡でしたよ。互いのブロック経済の中で生きてて、人も物も全然行き来が少なかったけど、普通に生きれてね、あの日本人は高度経済成長も成し遂げたよね。嘘つくのやめてもらっていいですかね、スパイさんね。もう80ぐらいになったと思うんだけど、胸をってスパイに丁寧ねえのか、なんて思います。というわけで、どういうわけで10月22日 NHK でもやります。あとあのメール問いになって日本改革とご支援ください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。